アバンギャルドジャズはアバンギャルドアートミュージックとジャズの作曲を組み合わせた音楽と即興のスタイルである。1950年代に始まり、1960年代に開発された。もともとはフリージャズと同義だったが、多くのアバンギャルドジャズはそのスタイルとは異なるものだった。アバンギャルドジャズは1950年代半ばから後半にあらかじめ書かれたものと、 即興的なものの間の境界を曖昧にする実践の中でビバップやポストバップの作法を拒否するに至ったインプロバイザーたちの間から始まった。やがてフリージャズからも離れて異なる音楽に適用されるようになり作曲されたメロディの使用によって構造と組織を強調し変化はするとしてもあらかじめ定められた表紙と調整を持ちソリストと伴奏の区別を強調した。 シカゴでは、オクムが、独自のアバンギャルドジャズを追求し始めた。オクムのミュージシャンは、折衷主義に傾倒していた。ブラックアーツムーブメントの重要人物である詩人、アミリバラカは、ニューヨークアートカルテットや、ソニーマレーの楽曲で、スポークンワードをレコーディングした。ありがとうございます。